あの人たちとはもう関わらない方がいいと思う。さっきも言ってなかったか。違う、特にあの男斎藤は禁断へと足を踏み入れる恐れがある。禁断だと？本当か？ええ、天然で無意識に割り込んでくる男よ。そうなったら私は次回忍者と魔女、この世界でそれは大いなる罪なの。一体何を言ってるんだ。